こんにちは、琥珀です。本日はこちらのお着物を着ていきたいと思います。水色地に水玉柄の夏着物にブルーの名古屋帯を銀座結びにして、本日はですね、新宿丸いアネックスで開催されております一円着物ワーゴさんの浴衣のお店に行ってまいりました。前回の動画でもお話ししておりますが、ただいま一円着物ワーゴさんでは 1g3円で新品の浴衣を販売されております。新宿丸いアネックスの他にですね、原宿ラフォーレ、池袋パルコでもポップアップされているようです。はい、今回ですね、私は新宿丸いアネックスに行ってまいりました。この日はですね、足のリハビリも兼ねてですね、お着物でお買い物は久しぶりです。しかもですね、草履でお出かけもですね、足の骨折以来初挑戦でしたので、少し不安もありました。東京はですね、36度の猛暑日でしたので、いつも以上に足への負担がありました。お家に帰ってきてですね、少しむくみと痛みがありましたが、骨折後の初のお出かけに挑戦できてよかったです。少しずつ焦らずにですね、できるを増やしていこうと思いました。私が行った時はですね、 1g3 円5円で量り売りということで、たくさんの、レディースの浴衣、キッズ、メンズの浴衣、帯、小物類が販売されておりました。それがですね、なんと7月25日からはですね、 1g1円になるさらにお得なイベントを開催されているようです。浴衣1枚ですね、300から500グラムぐらいなので、ほぼワンコインで新品の浴衣が購入できるなんてすごいですよね。しかもですね、新宿丸いアネックスでは好評につき8月18日まで延長が決定されているそうです。はい、いつものようにお店の方に許可をいただきまして、たくさんの浴衣を撮影させていただきました。ありがとうございます。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではお店の様子を動画にいたしましたのでご覧ください。こちらは帯ですね、作り帯のコーナーになっておりました。はい、そしてこちらが半幅帯のコーナーになっておりました。いくつかですね、可愛いなと思った帯がありました。はい、まずこちら黄色に幾何学柄の刺繍の帯、ちょっと目を引きましたね。はい、そしてこちらは白とグレーの間ぐらいのお色にですね、オレンジ、黄色、茶色の刺繍の柄の帯ですね。はい、そしてこちらはアフリカの壁画のような面白い帯でした。はい、他にもいろいろな色柄の、半幅帯がありました。そしてこちらがですね、清涼快適素材の帯ということで、ちょっと生地がひんやりしていた半幅帯もありました。はい、こちらの棚はですね、へこ帯や小物類、あとバッグなどがありましたね。でこちらの方にキッズ浴衣がたくさん置いてありました。はい、それではレディースの浴衣をご覧ください。
この日はですね、夏休みに入ったというのもありまして、お子様とご一緒にですね、浴衣をご覧になっている方や、あと外国の方もたくさんいらっしゃいました。メンズの浴衣もあったので、外国の方々はですね、男性も積極的に試着されていて、皆さん楽しそうにお買い物をされておりました。いやー、やっぱりですね、笑顔っていいですね。いろいろな柄、お色違いでですね、本当にカラフルな浴衣がたくさんありました。こちらはですね、1グラム5円の吸水速乾の浴衣でした。このオレンジ色と水色の朝顔の浴衣、可愛いですよね。はい、そしてこのパステルなお色味も素敵です。そしてこちらがメンズの浴衣になっておりました。はい、そんな感じで本日は久しぶりにお着物でお出かけと、一円着物和子さんの浴衣のご紹介をさせていただきました。いやー、可愛らしい浴衣がたくさんありましたので、ご興味のある方はぜひ行ってみてください。本日も皆さん見ていただきましてありがとうございます。それではまた。